アサシンクリードシャドウズって、最初は日本人の主人公だったの。実は、最初は日本人男性だったんだが、途中で黒人のキャラクターに変更されたんだ。それはちょっと驚きだわ。他にも、UBI ソフトはアサシンクリードシャドウズの発売延期や社内で不満が溜まった結果、ストライキに内部告発と、大混乱に陥っているらしい。大変なことになっているのね。気になるわ。今回は、そんな UBI ソフトの現状について紹介していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは簡単に、アサシンクリードシャドウズが炎上した経緯について紹介しよう。アサシンクリードシリーズとは、UBI ソフト制作の潜入アクションゲームだ。かなり昔から続いているわよね。シリーズを重ねるごとに、様々な時代や地域が題材に選ばれ、2024年11月15日発売予定であった、アサシンクリードシャドウズでは、戦国時代の日本が舞台になることが発表された。満を持しての日本、これは大盛り上がりよ。日本のアサシン的存在といえば、なんといっても忍者だよな。それを主人公とした作品は、10年以上前から熱望されていたのだが、主人公が、実在はしたが不明点が多い黒人の、ヤスケであったことをきっかけに、ポリコレによる、黒人のゴリ押しと言われて炎上したんだ。忍者を期待していた人からしたら、たまったもんじゃないわよね。もちろん日本でも批判が殺到したんだが、UBI ソフトのヤスケに対するこだわりは尋常ではなく、開発者はインタビュー記事にてヤスケのことを、日本人でない、私たちの目になれる人物を探していましたと語っていたぞ。日本が舞台なのに、日本人は眼中にないってことかしら。さらには、アサシンクリードシャドウズの公開されたトレーラーが、ツッコミどころ満載であったことも問題だった。クオリティが低かったの？トレーラーでは、桜と青田とススキと鶴が同時に登場し、式の統一感が皆無。さらに、織田信長が板張りに座っており、森蘭丸も織田信長と同じ壇上に座っているなど、不自然な点が大量に指摘されたぞ。それはあまりにも雑すぎる。その上、アジア人を蔑視しているんじゃないかという疑惑も出た。日本が舞台でどうしてそうなるの？ UBI ソフトが公開した日本向けトレーラーに、中国語とおぼしき字幕が使用され、動画ラストのタイトルや、発売日表記も同様に中国語だったんだ。日本と中国の区別がついてないのかしら？この映像自体は非公開となったが、すでに情報が拡散されているな。さらに、登場人物が装備している、シリーズ伝統の暗記のアサシンブレードが、竜の頭の口から短刀が飛び出すという、中華風のデザインだった。そんなの当時の日本には絶対ないわよ。これらの批判を受けて、UBI ソフトは当初2025年11月15日に、全世界同時発売を予定していたが、2025年2月14日に延期、作品やキャラクター設定をめぐって、大きな問題に発展していることが、延期の要因であると見受けられるな。あらら、これは自業自得ね。そんな、アサシンクリードシャドウズの状況を受けて、UBI ソフトでは、ストライキが提起されたり、内部告発が起こったりしているんだ。大変じゃない。フランスの労働組合が2024年9月26日、UBI ソフト社員に対し、ストライキを呼びかける声明を発表したぞ。これは UBI ソフトが、週3日のオフィス勤務を義務付ける方針を、打ち出したことを受けての動きとしている。ふむふむ。この組合の声明によると、UBI ソフトの経営陣は従業員代表との協議なしに、週3日のオフィス勤務体制を一方的に通達した。出社回帰を求める動きは、従業員の離職やゲームプロジェクトの混乱、そして、残留する従業員の心理社会的リスクの著しい増加を招くと懸念を示しているぞ。日本ならまだしも、海外の企業はそういった部分に厳しそうよね。さらに、5年以上にわたり、効率的なリモートワークを続けてきた多くの同僚が、家族生活や住居、育児などの面で新たな生活を構築しているとの現状を踏まえ、ストライキの要求事項として、リモートワークに関する正式な合意、従業員の意見を尊重する、対話の実現を盛り込むとしている。5年続いた環境が勝手に変えられたら、私だって困るわ。ちなみにこの声明は、アサシンクリードシャドウズの、発売延期を発表した直後に、公表されたこともあり、プロジェクトに影響を与える可能性は、ゼロではないぞ。悪い影響が出そうで心配ね。また、内部告発も起きている。UBI ソフトの開発者が、UBI ソフトは自社のビジネス慣行や、ゲームに対する正当な批判を無視するか、それを有害なゲーマートークとして、軽視していると主張したんだ。ユーザーをないがしろにしてるって、
開発者が言っちゃったの。また、UBI ソフトの DEI ポリシーが、技術的専門知識と創造性の、両方の才能の創出につながっているとも、主張しているぞ。ちなみに DEI とは、企業経営において従業員それぞれが持つ多様な個性を、最大限に活かすことが、企業にとってより高い価値創出につながるという考え方だ。行き過ぎた DEI は問題よね。とある YouTuber が、UBI ソフトの開発者数名と話し、UBI ソフトはプレイヤーや業界の人たちからの批判をどのように受け止めているのかと質問したことがある。それは気になるところだわ。これに対して開発者は、上層部ではめったに話題に上りませんが、プロジェクトレベルでは有害なゲーマートークとして無視されます。 UBI ソフトは成長を妨げる有害なポジティブさに満ちていますと回答しているぞ。開発者も諦めちゃってるレベルなの。さらに日本のゲーマーが、アサシンクリードシャドウズに対する、独自の批判を共有したことについて尋ねられると、開発者は、批判については話されておらず、UBI ソフトはその話題について公に議論してはならない、という要求を出しただけだと述べた。会社が見て見ぬふりをしようとしているのね。ひどすぎるわ。社内が大荒れの UBI ソフトなんだが、もちろん株価も大変なことになっているぞ。だいぶ下がっていそうね。UBI ソフトは2024年8月27日、スターウォーズ無法者たちを発売。だが、売り上げが振るわず、株価は下落を見せており、2024年9月3日には、2014年ぶりとなる 15.50 ユーロまで下降を見せたんだ。10年ぶりに最低水準になったってこと、かなりきつそうだわ。株価がさらに下がり続ける中で、UBI ソフトの少数株主であるヘッジファンドが、UBI ソフトの取締役会や投資家向けに、経営方針の改善案を提案したことも、報じられているな。株主が口を出してくるってよっぽどよね。また、2024年5月にリリースされた、XDefiant の人気が、想定を下回っていることが要因になったとの、アナリスト見解も報じられている。連続でこけちゃったんだ。そこへ来て今回の騒動だ。2024年9月9日には、株価がさらに落ち込み13ユーロ台に突入したぞ。一体どこまで下がるのかしら。パートナー企業は、UBI ソフトの現在の業績や戦略的方向性に深い懸念を抱いていると表明。懸念の背景には、2024年7月の投資家向け発表にて明かされた、レインボーシックスモバイル及び、ディビジョンリサージェンスの、リリース延期のほか、2024年第2四半期の収益見通しが下方修正されたことなどがある。もうボロボロじゃない。また、UBI ソフトの株価が2023年だけでも、40% 以上下落を見せたことにも言及されたな。会社は大丈夫なのかしら?さらには、アサシンクリードシャドウズと比較されていた、ゴースト・オブ・ツシマの新作、ゴースト・オブ・ヨーテイが発表された。発売は2025年だったが、アサシンクリードシャドウズも、2025年に発売延期したことで、さらなる懸念が生じているところだ。勝てっこないわ。こうした状況により、ついに株価は一時9ユーロを割るところまで落ちた。一桁ユーロ、落ちるところまで落ちたわね。現在は12ユーロ程度まで持ち直しているものの、UBI ソフトは第2四半期の売上予想を、5億ユーロから3億7千万ユーロに、約 30% 引き下げたぞ。さすがに目標通りにはいかないわよ。さらに、通年の予想も収益性ではなく、損益分岐点付近に修正。そもそも、2020年頃には UBI ソフトの株価は 90.9 ユーロで取引されていたんだ。つまり UBI ソフトは、時価総額の 90% を失ったということだな。え、もうほぼ終わりじゃん。これを受けて金融アナリストも、完全な崩壊と表現しており、かなり厳しい状況なのは間違いない。いい加減なことばかりしてるからよ。こうして崩壊の一途をたどっている UBI ソフトだが、最初の引き金となったのは、アサシンクリードシャドウズの主人公問題だな。日本が舞台なのに、黒人のヤスケって主人公だったのよね。実は、アサシンクリードシャドウズには、もともと、日本人男性が主人公として登場していたそうなんだ。え、そうなの?とある取材では、最初にこのゲームを見たとき、確かに日本人男性の主人公がいて、独自の完成したアートや、アニメーションまであったとも語られている。そこまで作っていたのに、なんで変更したのかしら。さらに、このキャラクターが再登場するかどうかはわからないが、ジャーナリストなどから、政治的な反発を受ける可能性があるため、UBI ソフトが、ヤスケを完全に削除するかどうかについては懐疑的だと付け加えた。
ここまで騒動になってるなら、もう変えてもいい気がするけどね。この日本人男性主人公が、いつ脇役になったかについては、2020年のある時点で、ヤスケに置き換えられたと言われている。何かあったのかしら？ UBI ソフトがなぜこの日本人男性ではなく、ヤスケを選んだのかというと、ジョージ・フロイド事件とそれに起因する暴動、そして、ブラック・ライブズ・マターの支持の爆発あたりが絡んでいるようだ。ふむふむ、取材に答えた情報筋の人間も、当時の社会政治的出来事に、大きく影響を受けたと言われました。冗談ではありませんと答えているな。社会的な問題を、ゲームに持ち込まないでほしいわ。ちなみにジョージ・フロイド事件というのは、2020年5月25日、白人の警察官が、偽ドル札の使用容疑により、黒人のジョージ・フロイド氏を拘束した。まあ、人種に関係なくそれが警察官の仕事だものね。問題はここからで、ジョージ・フロイド氏が、呼吸ができない、助けてくれと、懇願していたにもかかわらず、8分46秒もの間、ジョージ・フロイド氏の、頸部を膝で強く押さえつけ、死亡させてしまったんだ。なんですって、ひどすぎるわ。さらに、ブラック・ライブズ・マターとは、アフリカ系アメリカ人のコミュニティに、端を発した、黒人に対する暴力や構造的な人種差別の撤廃を訴える、国際的な積極行動主義の運動だ。根深い問題よね。このジョージ・フロイド事件を発端として、2020年にブラック・ライブズ・マター運動は、全米的なデモ、暴動へと発展したぞ。じゃあまさか、アサシン・クリード・シャドウズはこの社会情勢を受けたってこと？取材に答えた男性は、UBI ソフトはブラック・ライブズ・マター運動を背景に、アイデンティティ政治に迎合するために、ヤスケを登場させることを選んだのかもしれない、と付け加えている。ゲームで、そういうことをしないでほしいわ。そして、こういった DEI の思想に今、ゲーム業界全体が脅かされている。多様性を押し出すために、本来の多様性を無視して、自分の思想肯定のためのプロパガンダとしてゲームを利用する者たちによって、ゲーム体験が阻害されているのが現状だ。ゲームの本来の目的から外れてるわよね。今、UBI ソフトが契約している、DEI 団体であるスイートベイビー社、その作業員が、とあるゲームエキスポで行ったプレゼンテーションで、なぜ私がここにいるのかというタイトルの、スライドの箇条書きの一つに、ゲーム業界を焼き尽くすと、書いていたことが注目されている。一体、何を言っているの？この人物はその後も、白人が生きる必要がない空間こそが、最高の物語が語られる、場所であることを証明するなど、主張している。めちゃくちゃすぎないかしら。さらに、元スイートベイビー社の記者が、アサシンクリードシャドウズは、日本で好意的に受け止められていると、発言して炎上しているな。完全に嘘じゃない。UBI ソフトが世にゲームを提供する以前に、その作品を作り上げるための、思想の形成に加担する者に、自由な制作を阻害されているのが現状なんだ。もう根っこの部分がダメなのね。さらに、今ゴースト・オブ・ツシマの新作、ゴースト・オブ・妖精が発表されて、話題になっているよな。ゴースト・オブ・ツシマは名作だったから、楽しみだわ。だが、海外ではゴースト・オブ・妖精の主人公を務めた日本人女性の、過去の発言や活動が掘り起こされて炎上している。一体何をしたの？彼女は黒人、トランスジェンダーが率いる、非営利団体への支援を促したり、警察は白人至上主義だと主張したりしているぞ。DEI 活動家ってことね。そして、開発元のサッカーパンチはスイートベイビー社の擁護者として有名な、トーマス・ハート氏を、2024年4月からコミュニティマネージャーとして採用した。悪い未来しか見えないわ。どうしてここまで、ゲーム会社が DEI を推進するのかといえば、どうやら投資目的らしいな。言ってること自体は正しいため、DEI を推進しているというと、投資家から資金調達がしやすいのが理由だ。確かにゲーム制作に、お金はなくてはならないだろうけど、ただ、出てきた製品が売れてない、炎上しているということに加え、DEI コンサル企業の中の人の発言が問題視され、メッキが剥がれてきている。ゲームに DEI はいらないって思っている人は、たくさんいそうよね。投資家もリターンのない企業に投資はしないしな。噂によると、UBI ソフトが DEI コンサル企業へ支払ったコンサル料は、約10億円ほどらしい。そんなに、これだけ支払って、今回の騒動になるのだから無駄でしかない。そのお金を作品につぎ込んでくれれば、もっといいものができたんじゃないの。窮地に陥っている UBI ソフト。直近の課題は、アサシンクリードシャドウズの作り直しだな。
2025年2月の発売までに、なんとか立て直してほしいところね。まずは、作品のブラッシュアップが必要だ。アサシンクリードシャドウズはもはや、少しでも変な描写があると絶対に突っ込まれる。突っ込まれて当然のことを、インタビューで語りまくっているしな。自信満々で日本を描写したとか言うから。だからブラッシュアップするには、ゲーム的なクオリティもそうだが、日本の描写を徹底的にしなくてはならない。そして、そうしなければならないという状況にしたのは、UBI ソフト自身ってことも、忘れないでほしいところだ。自分たちでハードルを上げたんだから、そこはしっかりしてほしいわ。さらに、日本の団体との問題解決も課題だな。町おこし団体、関ヶ原鉄砲隊の、背畑の無断使用。さらに、複製が許可されていない文化財の、二条城の屏風画や、東大寺の八角灯籠。これらの盗用についてもしっかり解決してほしい。ここを解決しないと、日本人からの不信感は拭えないわね。そして、なぜここまでアサシンクリードシャドウズが炎上するのか。UBI ソフトは結果ではなく、原因を追求して理解しなければならないな。普通のゲーム会社であれば、これほどたびたび問題を起こすなんてない。それは本当にそうだわ。アサシンクリードシャドウズが発表されてから、現在に至るまで、次々と問題点が発見されて批判されている。これは、アサシンクリードシャドウズというゲームではなく、UBI ソフトのゲーム制作過程において、根底の考え方に何かしらの問題がある。このままだと、また同じことをやらかす匂いしかしないわよ。そこを徹底的に追求して、原因を理解しなければ、UBI ソフトに未来はないだろうな。UBI ソフトにはぜひ立ち直って、また素晴らしいゲームを作ってほしいところだ。みんなは UBI ソフトについてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。